ジムの代表でもある翔子選手、そのどうなんですか、その階級ヘビー級という選手っていうのはやっぱりなかなか人材として出てこない、ね、はい、やっぱり少ない、まあ、女子も少ないですけどヘビー級も少ないと思うので、ね、逆にあのチャンスはあると思うので、はい、そうですね、キャッチは1回ね、2本。ちなみにあのマニー選手は生粋の日本人で、はい、マニーパッキョウが好きだからつけたらしいです。でセンチャイムエタイジムの、はい、そうです、はいはい、マニーパッキョウ選手、はい、まあ、いいですね、目標にするなら偉大なる選手の方がいいですからね。そうですね、ちょっとでかいですけどね、目標はあまりにもちょっとなんかパッキョウのムーブとか見られたらいいですよね。そうですね、でもねマニーセンチャイジム選手のこの太ももものすごくたくましいですね。すごいですね、丸太のようです。さあ対する豊脇英一選手、一戦一勝。対するマニーセンチャイジム選手はまだ3戦3敗という勝ちがありません。蹴りからパンチに入っていく、圧力をかけていく豊です。さあリズムを取っていきます。マニーセンチャイジム、まあ、どういったスタイルで、まあ、この試合のプランを考えているのか両選手です。しっかりガードを上げて前にずいっと出てくる豊。コーナーに落ちられた、おっと前に出るマニー、一気にパンチをしてきますが豊も打ち返す、ミドルキック。さあここはブレイクです。まあ江端選手やっぱりこちらも重量級ということで、はい、迫力ありますね、はい、一発一発がスリリングですね、うん、一発当たればね倒れる可能性があるパンチ攻撃ばかりですね、はい、まあこのねオープニングマッチというのは、まあ山口代表もですねこのノックアウトにて重量級のスターを作りたいという、まあそういった思いが、おお今いいパンチが当たったよ。さあ一気にパンチを畳み込んでいく、下がるマニー、マニーもらっている、もにゃってる、ガードを上げる、ガードを上げるがここでダウンを取った。いいですね、すごいです、気持ちが伝わるファイト。静かな立ち上がりだったんですが、ラッシュをかけるときは怒涛でした。豊樹英一よく見ています。さあダウンをもらっただけにマニーセンチャイジムとしては戦い方を考えていかなくてはいけません。これ翔子選手やっぱこうやってダウンを取られた後ってのはしかも3ラウンドしかないんで、そうですね、ポイントでは大きく後退しますもんね。そうですね、行こうと思ってると思います。こういう時もやっぱり翔子選手やっぱ選手によってその性格というか、はい、やばい取られたと思うと選手とやっぱ行かなきゃと思う選手がいると思うんですけども、そうですね、そうですね、やっぱり取り返さないと勝てないので、やっぱり頑張って前に出た方がいいと思います、はい、ここで気持ちが問われるというところ、あーボディ来ました、これボディ引かされた、下がる間にセンチャイジェブダウンを取った。エヴァ選手どうですか今のボディ。そうです、いい音しましたね、重量級だな、すごい。あのね本当にマニーセンチャイジム選手がもらった瞬間ちょっとね一瞬曲がってあっていう、そうですね、あのボディの効かされ方、あーあーそして豊が行く、耐えきれるか、残り時間はあと10秒。さあしかしこれで、ね、リアクションしないとレフリーがね、そうですね、打ち返さないと止められますよ、はい、止められますからね。マニーセンチャイジムここは男の見せ所、うん、なんとか耐えた、いやー椎田さん、はい、なんかハッとさせられる大事なことでした ね、はい、まあ、言っていいか分からないですけど大味な試合です、はい、でもそんな中しっかりとやっぱ効かせるパンチを打っていた豊選手。そうですね、はい、ただちょっと本当は倒しきりたかったですよね、うん、あの1ラウンドの最後 でそれで倒しきれなかったので、ちょっともしかしたら持ってるスタミナを使っちゃったかなっていう嫌いはありますよね。そこら辺江端選手どうなんでしょう、選手の心理として。そうです、まあ、大きい階級ですのであれだけね、あの重い体使ってあんだけラッシュしたら、まあ、すごい体力を消耗すると思いますね、はい、
まあ、やっぱりこの我々のように見る立場からすれば、今シエタさんがおっしゃったように、はい、倒せるときに倒せよっていうね、ちょっと思いがありますけど、はい、選手に締めればまた違うんですか。そうですね、まあ、気持ち焦っちゃってるっていう部分があるのと、まだ対戦、ね、あの成績が少ないっていうのも経験があると思います。なるほど、はい、そういうその倒せるときに倒すのも経験なんですね。そうですね、はい。さあラウンド2です。さあここで巻き返したい赤コーナーのマニーセンチャイジムです。第1ラウンドで2度のダウンを取られています。まあ、翔子選手、やっぱこの第1ラウンドの展開で第2ラウンドというのは、おっと、行く行く、豊が行く、だが倒れません。徐々にマニーの顔にも正気が、闘志がまた再び宿っているように見えますが、ここは豊としては倒し切りたい。前に出る。ちょっと翔子選手、やっぱマニー選手の戦い方変わりましたかね。そうですね、すごく気持ちが入っていて、その気持ちが強いと思います。こういう時ってやっぱりインターバルの時にセコンドとかもやっぱアドバイスをするわけですよね。そうですね、はい、もう取られてるから行くぞと。そうですね、はい、もう行こうと思ってると思うので。だ、いやー、シエさん、やっぱパンチ間近で見ると重さがすごいですね。ザ・ボディ、このボディがいい。トヨ、ね、そしてフック、あ、ダウンを取った。ここで止めました。ノックアウトです。いい打ち分けでしたね、ボディから上、冷静に、はいはい、見てました。青コーナー豊内健一選手が2ラウンド KO 勝利です。ただいまの試合は第2ラウンド1分18秒。これエマス選手、マニー選手はですね、いやいや、やれるよって今やってるんですけど、はい、どうなんですか、エトリ選手。そうですね、ちょっと、まあ、ボディーカーの上やって、ちょっとあの気持ち折れたかなというのは見受けられたんですけどね。やっぱりそういうのもあるんですね、はいはい。まあ、ちょっとやっぱりあの和田レフリーの厳しいジャッジが出ましたね。ちょっとやっぱりもう打ち返さない選手はもうダメだっていう、はい、今のまさにスロー出てますけど、まあ、あとね、やっぱりそのパンチ、重量級のパンチ、キックをもらうっていうのは、それで危険なことでもありますんで、はいはい、もう体力は本当、相当もう削られてたと思うので、はい、まあ、レフリーにはね、やっぱりジャッジをすると同時に、戦ってる選手を守るという、はい、もう立場でもありますから、おっしゃる通りですね、そこはまだレフリーがね、しっかりと見てくれました、はい。さあ、オープニングマッチ第2試合、80キログラム契約レベルスルール3分3ラウンドは、青コーナー、豊内が2ラウンド、KO で勝利を飾りました。